歌が音楽教室の宇高です。ここからはアウフタクト編がスタートします。アウフタクトというのは小説の途中から音楽が始まります。ですので、まあ、リズムの流れが小説線とずれていますので、よく数えながら注意して、手拍子を打っていきましょう。さあ、それでは、早速やってみましょう。せーの、1、2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 、
して終わりました。2から始まって2で終わるということで、小説線が一つ、ずれてるような感じになってると思います。一番最初のアーフタクトの音は、小説が一拍分しかありませんでした。なので、小説がまあ完全な4分の2拍子になってないということで、不完全小説としてあります。そして一番最後の音符が一拍分だけになってますので、それを2つを足すとやっと1小節の完全な小説となるわけですね。2番に行きましょう。それでは参ります。せーの、1、2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 。さあ、どんどんやっていきましょう。8分音符、そして普天音符も入ってきます。では練習します。せーの。1、2、1、1、2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 。それでは今日はこれで終わりたいと思います。次回はアフタクト編の4、5、6。をお届けします。それではまた。ありがとうございました。